篠田真理子が伊藤敦子と夫婦役1月テレ朝、不倫離婚ドラマがやばすぎる。鈴木治虫、暴走って、矢口真理風場面も。元 AKB48 の篠田真理子、37が2024年1月クールのドラマで、不倫妻役を演じる。11月17日配信のトースポウェブなどでも報じられているが、篠田が出演するのは、 2024年1月クールにテレビ朝日で放送される連続ドラマ離婚しない男だという。土曜23時30分から24時の深夜枠。現在は日向坂46の斎藤京子26が主演を務めているぬかるみの食卓が放送されている枠です。主演は伊藤厚さん39相手役を篠田さん、さらに小池鉄平さん。 37、なども出演するようです。制作会社関係者。ドラマは同名漫画が原作で、放送作家脚本家引退を宣言した鈴木治虫、51時が脚本を担当。同作が鈴木氏にとって脚本家として最後の作品になる予定だという。伊藤さんと篠田さんが夫婦役で、篠田さんが演じるのが不倫に明け暮れる妻役。 離婚に向けて娘の親権をめぐって、夫とバトルを繰り広げる姿が描かれるといいます。昨年、娘の親権をめぐり不倫と離婚騒動が大きく報じられた篠田さんの私生活にもがっつり重なりますよね。まさに驚きの攻めすぎキャスティングです。全道。2022年8月に篠田の不倫を疑った元が、長女を連れて家を出て行ってしまい、別居状態に。 録音テープが流出するなど泥沼の様相を呈したものの3月23日に持とうと連名で離婚したことを報告した。前室の制作会社関係者が続ける。篠田さんは SNS で不倫したという事実はありませんと完全否定し、最終的には夫も私はこの旅の件についてマリコの言葉を信じることにしましたとコメントを出しましたが世間にはどうしても 不倫祭というイメージを持たれてしまっていますよね。そんな篠田さんに制作サイドも、まさにこのドンピシャーの役を、まさかやってくれるはずがないだろうとダメ元でオファーを出したと言います。ところが篠田さんサイドは、前向きに検討しますと応じたといい、制作サイドは仰天したと。そんな篠田さんのアグレッシブな姿勢に制作人は小やる気になっているようですし、 脚本の鈴木さんも引退作ということもあるのか筆がノリに乗っていると。原作漫画がありますが、鈴木さんが脚色してかなり攻めた内容になると言われています。自宅のソファで不倫相手とまぐわう妻の姿を、ソファの下に潜んでいる夫が目の当たりにするといった、篠田さんというよりも矢口まりさん、40つのクローゼット不倫を彷彿とさせるようなシーンもあると聞こえてきています。 脚本の鈴木氏は、篠田のプライベートの騒動をオマージュしたようなシーンも用意している、なんてこともありそうだ。オファーを受けた篠田さんも、さすがに何でもかんでもできるわけではないでしょう。本人には大きな葛藤もあったはずですからね。ただ、鈴木さんは本当にノリノリで攻めまくっているそうです。それで事務所サイドから、さすがにそれは NG です、と来てやり直したりと、 なかなか制作は大変みたいですよ。ただ、本当によく篠田さんは受けたな、というドンピシャすぎるキャスティングだし、引退作となる鈴木さんは攻めまくっていると言いますし、相当な過激作、話題作になるのは間違いないのではないでしょうか。全道離婚しない男は、篠田のプライベートにどこまでシンクロするのだろうか。 深夜枠の放送ながら同ドラマは1月クールの台風の目になりそうだ。